こんにちは。札幌占い美容室早任せのことです。今回は美容師の都市伝説について話したいと思います。今回は枝毛カット、トリミングカットについてなんですけれども、最近ちょっとインスタとかで流行ってきてるのかなっていう感じがします。ちなみに僕が YouTube 一発目の動画は確か枝毛カットだった気がします。もうすごい昔なんですけど、 YouTube の1本目の動画ね、あるかないか分かんないですけど、まだね動画縦で撮ってるんでね、携帯で撮ったやつアップしてるやつが確か枝毛カット、もう10年ぐらい以上もう前からね枝毛カットやってるんですけど、最近ね、間違った枝毛カットっていうのが結構多くなってきてるんで、それをお話ししたいと思います。まあもちろんね、今回僕が話す内容っていうのは全くの嘘で何の根拠もありませんので、皆さん信じないでください。ということで、トリミングカット、はい、いろいろねあると思うんですけれども、最近はね、なんかこの間いた、まあちょっとこっち見づらいですかね、なんかねこういう風に、ここに挟んでこうやって切ってる人とか、はい、僕ね最初の枝毛カットをよっしゃもうツルツルにしてやるっつって表面めっちゃ切ってたんですよ。こうやってやったりとか、もう枝毛カットとにかくこの R シザー使ってこうえぐる方でバンバン切ってたんです。ギャーってもう10年以上前はね切ってたんですけど、ある時にリターンめちゃくちゃやりすぎてリターン来た時に結構バサバサしちゃってて、アホ毛みたいなのがこうできるわけですよ、やりすぎちゃって。で仕上げの時ブローするから綺麗に見えるかもしれないんですけど、まあ、そういうこと綺麗に、ね、なっていく気はするんですよ、こうやって切ってたら。でもやっぱりさ、結局のところって表面にこう短い毛できてるわけじゃないですか。でしかもこれ枝毛カットってこうやって無理に出しちゃダメなんですよ。こうやってこれね、無理に出すことによってどうなるかっていうと、無理にこう出てきますよね。ここねこうやって切っていくと、要はここにね短い毛をパンパンパンって作ってるようなことになるわけですね。これかなり危険なんですよ。こう伸びてきた時に、結局髪の毛って切った時はいいんですけど、ブラッシングとかでやっぱこう伸びて毛先がくるって丸まってくるんですよ。数日すると、1週間ぐらいしてもくるって毛先少しこうまっすぐな、髪の毛がちょっと丸まってくるわけですね。でそういうところがこうまた表面からバーって出ちゃうんで、また今度次をそれ切るみたいな感じになっちゃうんですよね。でそうなってくると本末転倒なんですよ。結局その枝毛カットしてるからとりあえず綺麗になるじゃんっていう感じでねでやってるんですけど、結局マイナスだったりとかすることが分かって、で途中から僕はあんまりやらないようになりました。枝毛カットはすごくするんですけど、その表面をこうガンガンね攻めるみたいなやつはあんまりしないです。でまあこれ宣伝とかじゃないですけど、こういうダイバルタンっていうシザー自体は枝毛カット用のハサミだったりとかして、多分どこにもないはずなんですね、世界に。でもこういう特殊なハサミなんですけど、これ7インチぐらいのでかいやつ、こういうのを使って枝毛カットしていきます。で枝毛カットのポイントっていうのは表面じゃなくて中なんですよね。中をどこまで枝毛カットしていくかっていう、枝毛カットっていうかな、なんか収めるよくしていく感じだから、この髪の毛の中に、全部がまっすぐになってるわけじゃないんで、くせ毛とかあったりする、ウィッグは別ですけど、結構もじゃってなってる毛があるわけですよ。でそこの毛先を整えていくことによって層がきれいに収まっていくじゃないですか。で収まりも良くなってきますよね。例えば宿毛矯正でなじまない毛とかも枝毛カットで収めることができるんですね。でそういう場合も表面をガンガンやっちゃうとバーってこう毛先が立ってきちゃうんで、要は頭がねこういう球体に対してこうやって削いでるわけですから、枝毛カットでね、ショートでも全部そうですけど、こうやって削いでるわけですよ。ということは、まあ、レザーで削ぐのに似てるんですけど、全部毛羽立ってくるんですよ、時間経つと。なんでこれ逆に良くないんです。これに気づいた美容師さんは多分やらなくなると思うんですけど、よっしゃ枝毛カットだ、流行ってるからやるっつってガーってやってたら、どんどんひどくなってるんですよ、結果として。でスタイリングでごまかしてるんで綺麗に見えますけど、実際お客さんが家帰って数日後乾かしたらなんかパサパサしてきたりとか、そういうことが絶対あります。はい、ということで、枝毛カットって間違っちゃうと結構悪循環なんですね、マイナスになっちゃいます。っていうことを踏まえた上で、じゃあ枝毛カットどういうふうにするかっていうで、まあそういう風になってくるんですけど、僕は結構裏側をこう取ったりとかねするんですけど、ちょっと難しいんで裏側だったりとか、あとサイドチェンジっていうのを使ったりとか、するんですけど、サイドチェンジってまたねちょっといろんなやり方があって、またいろんなやり方でこうちょっと枝毛をカットしていくんですけど、やっぱりそれ今までずっとやってきて結果が良かったもの、あとくせ毛がやっぱ多いんで、くせ毛の方を収めるにはどうしたらいいのかっていうのを徹底的に検証して考えて、そういう感じに、行き着いたっていう感じになります。なんでまあ流行ってるからっていうのをねガンガンこう攻めちゃうと危険だよっていうことをちょっとお伝えしたいなというふうに思っております。まあ、もちろん皆さん通ってる美容師さんはちゃんと考えた上で枝毛カットしてると思うんで、皆さんは安心して通っていただいて問題ないと思います。はい、あくまでも僕が今言ったのは一例でして、まあ全くの、ね、根拠もありませんし何の事実でもありませんので、皆さんこれあんまり信用しないでくださいね。はい、っていうか信用しないでください。はい、皆さん通われてる美容師さんはしっかり勉強されてると思うんで、安心して通っていただけたらいいかなと思います。はい、多分ね結構バッドボタンつきそうだなこれ。でまあもしねお前なんだよこの野郎と、なんかお前分かってないだろカットみたいな、まあ、田舎の美容師がというね、お声をいただきそうな感じでございます。はい、まあねよかったら僕と YouTube で枝毛カット対決とかしたらどうですしてみたらどうでしょうかね。どっちが収まるか、枝毛カットで、自信がある方もしよろしければ僕と枝毛カット対決しませんかねということで、今回のね動画全く、信じないでください。信じるか信じないかはあなた次第です。チャンネル登録よろしければしてください。はい、まあね皆さんチャンネル登録っていうよりバッドボタンつけたいと思うんですよね。はい、まあでもしょうがないです。まあこういうね内容本当の内容じゃないですから、皆さん、お手柔らかにお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。